黒羊ブックオブイフその2、もしもグレルが裁判長だったら。赤裁判長。裁判長です。それじゃあ被告人は前に出てください。待て、裁判長を変えてくれ。あら、私の裁判じゃ不満だっていうの？お前のことだ。好みの男に有利な判決を出すに決まってる。当たり前じゃないの。ガキはお呼びじゃないのよ。開き直った。裁判長、では判決をお願いします。待て、まだ尋問も何も。静粛に。ここでは私がルールなのよ。判決、被告セバスチャン・ミカエルスは死刑。おや、どういうことだ。バカね、私は死神なの。好きな男は永遠に自分のものにしたいじゃない。もしもグレルが森に住む女の子だったら。赤ずきん。はーい、赤ずきんちゃんです。今日はおばあさんに届け物をしなくちゃいけないんだけど。あら、森の入り口に誰かいるわ。こんにちは。こんにちは。私は漁師のセバスチャンです。まあいい男タイプだわ。ねえ漁師さん、森の奥で私と恋の狩人になってみない？遠慮しておきます。もういけず。でもここなら誰も見ていないわ。力ずくで奪っちゃおっと。あの狼の方ですよね、あなた。もしもグレルが教師だったら。赤教師。おはよう生徒ちゃんたち、今日はね、タイプの子だけ個人授業です。もちろん担当はホケ、体育。赤イート。もちろんセバスチャンとつながってるのよね。貯金。ああ、今切ったでしょ、切ったでしょ。私との赤い糸、ひどい。切ったのは腐れ縁です。赤ちゃん。バブー、ほんぎゃ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 。セバスチャン、おしめ変えてちょうだい。パカ、バブーバブー。お断りします。赤野大輔。セバスちゃん、また会えて嬉しいわ。これでも羊です。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。あ、赤巻紙、青巻紙、黄巻、あ、赤巻、黄。赤メソポタミア文明。え、文明？文明？あ、文明？ああ、今日も文明日和だメソポ。ちょっとセバスチャンの時に比べて私の難しすぎ。もしもグレルがセバスチャンだったら。赤黒羊。あらま、私セバスチャンになってるじゃないの。私の体なんだもの、何をどうやったって買ってよね。縄と羽ぼきとローションと、こないだ通販したあれはどこにやったかしら。ああ、妄想広がりまくり。まずは基本の、ああ、いいわ、セバスチャンの左手の薬指。やめなさい、このド変態。やっぱり本物はいいわ。